ブラディスワフ・アントニ・ジュムダは、ポーランドの元サッカー選手。ポジションは DF。読みは、ブラディスワフ・ジュムダ。ポーランド代表として、国際 A マッチ91試合に出場した。また4度のワールドカップに参加し、21試合に出場した。この記録は、ポーランド史上最多記録であり、ワールドカップ史上においても、ドイツのロータはマテウス、ミロスラフクローゼ。 イタリアのパオロ・マルディーニに次ぐ第4位の記録である。クラブでは1982年に海外移籍が認められ、イタリアのエラス・ベローナへ移籍するが、怪我に苦しみ、1984年にはアメリカのニューヨーク・コスモス、1985年からはセリエ B のクレモネーゼでプレーを続けた。引退後は指導者の道へ進み、 ポーランド U-23 代表コーチやポーランド代表コーチを務め、2002年のワールドカップでは、ポーランド代表監督のイェジー・エンゲルのアシスタントを務めた。ありがとうございます。